まあ、投資初心者向けのお金の相談窓口を知りたいですってご相談ですね。お金について相談したいですと、すぐと相談できる人、まあ、お金についてすぐ相談できる人を知りたいと思うんですけど、まあ、僕らの専門家として活動している、まあ、僕の方に連絡いただいてもいいですし、あとは、まあ、あなたが、しっくりくるですね、独立型の NFP を選んでほしいということです。とにかく、独立している人ですね、どっかの組織に属してない、まあ、どっかのに忖度しないということですね。忖度をしていると必ずそこのものを進めるという方向になってくるので、とにかく、独立しているお金の専門家というのを探しましょう。まあ、YouTube でもいますし、ただまあ YouTube でインフルエンサーという必要がですね、意外とお金のことをちゃんと知らなかったりとかするので、廃棄をしておくといいかなと思います。まあ、どういう金融機関で仕事をしていたのかとかですね、あとまあ本とかもしその人が出していればそれを見るのもいいかなと思います。まあ、もし分からなければ僕の方にご相談いただければなと思います。フィリピン移住された方からですね、フィリピン女性について。